何してんですか。なんだかな。はい。ミキです。ああ、寝ててください。エッチなことしないでいてくれるなら。
ってやつですか？エッチなことしようとか思ってます？え？
ですよ。はい。適当に突っ込みましたからね。見てくださいよ。私の命があるってことを忘れるなよ。よしよし。ジェン、それより気づきました。魚もクラゲも何もいないんですよね、海。桜貝ヒロチッタです。綺麗。持って帰ろ。いや、突っ込むというか、寂しい世界だなって思って、世界って寂しかったんだ。この世界でなんとか生きていかねばならないんですかね。はい。もう好きにしてくださいよ。アイス。オブラートかかってるのかかかってないのかわかりませんわ。楽しかったです。欲しいですか？いや、じゃあ学校で現像しますんで、そこでお渡ししましょう。いえ、なんでもありません。また。おはようございます。早いですね。これから現像です。時間かかりますよ。付き合いません？そうですか。
昼一緒しましょう。出て言う。千枚ホテルですね、支配人。ついてないから電気止まっても全然平気。最上階。うわーん、これでもう階段登らなくて済むです。じゃ、同乗してもらったところで部屋にご案内。あんたの部屋です。あー、わかりやした。あの先輩、でも一つ質問よろしいですか？寝かせるというのはどういうもんでございましょうね。覚悟はできてます。
怖いです。誰もいないのが怖い。キリはどうしたんです？どうしていなくなったんです？私も消えるんですか？先輩も？気が狂いそうです。